際にアピールタイムしていただいてね、そうですね、皆さんに票を入れてもらおうかなという思っています。企画でございます。そうですね、投票は一応ね、皆さん袋もリーダーもね、そうですね、あとで詳しく説明するので、そういう意味をすみません、聞いていただければと思います。それでは早速ゲストのファイナリストの皆様に登場していただきましょう。拍手でお迎えください。拍手。私は横浜国立大学のステアウェイズに入っているんですが、
がもうすぐ1年経とうとしています。大学に入ってから歌を大学に入ってからも歌をやろうって前から歌がすごく好きだったんですが、思ったきっかけの話をさせていただこうと思います。それは高校2年生の時の文化祭でそこで初めて、人前で歌を歌わせていただいたんですが、その時にその人の目を見ながら歌うっていうことがすごい楽しくて、これからも歌をやりたいなって思ったんですが、今日はその時に初めて人前で歌わせてもらった曲を少しだけ歌わせていただこうと思います。その時は文化祭で30人くらいの方に見てもらったんですが、今日はすごいたくさんの人にすごく緊張していますが、もしよかったらちょっと手拍子などしてもらえたら嬉しいです。じゃあお願いします。
これから広い沖縄があって、そこで旦那さんと子供たちがなんかキャッチボールとかしてるのをなんか日向ぼっこしながら、なんか本やったりしながらちょっと眺めてるのがすごい幸せかなっていつも妄想してます。でも、なんかやっぱり子供は好きなんですけど、旦那さんに対しての愛情は忘れないように。それでは、4人目ですね、上智大学アルプスアルゴリーから久我咲子さんの理由です。お願いします。お願いします。皆さんこんにちは、久我咲子です。今日何をここで話そうかなってすごく悩んで、実は昨日の夜中起き上がってやっと帰ろうって思って帰ったんですね。で、私こんなに大勢の人の前で話させていただくってことで少しでも役に立つことっていうので、看護学生の立場、人が倒れてた時にどうしようかっていうのを
意識の確認をして意識はないけどでも脈に触れることができた。もし脈が早かったらこれはアルコール中毒の可能性が高いです。酔っ払いはちょっとしょうもないんで助けたくない気持ちは分かりますけど、もし意識があったらとりあえず水を飲ませてください。お茶でもスポーツドリンクでもなくて水です。とにかく水を飲まして血中のアルコール濃度を下げることに専念してください。で逆にもし脈が遅かったまた片目とかの瞳孔が開きっぱなしになってたらこれは脳出血の可能性があります。脳出血の可能性がある場合倒れた時の意識の程度っていうのがすごく重要になってくるんですね。でその意識の程度っていうのを日本ではジャパンコーマスケール通称 JCS っていうので表します。で JCS は1の0から3の300までで表します。例えば倒れていて大丈夫ですかっていうふうに声をかけたりとか刺激を与えたりすることで目が開くようであれば2の10か10から30もし大丈夫ですかっていうので目は開かないけど何かしらの反応があった場合は3の100から200もし大丈夫ですかとか結構殴ったりとかつねったりとかしてそれでも反応がなかった場合は3の300が一番最悪の状態です。救急車に連絡するときとかに JCS 3の300ですとか言ったらちょっとかっこいいんでそれすごく良かったので、あとご存知の方も結構多いかと思うんですけど救急車に連絡するかちょっと迷うじゃないですか。そういうときに119の前に7をつけて7119に連絡したら無料で相談に乗ってくれます。どうしようかなと思ったらそのことをちょっと考えてみてください。学生の立場からすごく偉そうなことを申し上げて学生の方とかもいるのにちょっと恥ずかしいなって思ったんですけど、でもせっかくこんな機会ないなってみんな人を助けてください。ぜひ心を止めないビー玉の方を東京都帰る
それでは候補者の皆様に、歓迎していただきます。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。